サー・アレクサンダー・チャップマン・ファーガソン CBE は、スコットランド出身のサッカー指導者、元サッカー選手。1986年より27年間もの間、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッド FC 監督を、務め、13度のリーグ優勝、2度の CL 優勝など、前人未踏の域に達する名称であった。16歳で、クイーンズ・パーク FC とアマチュア契約を結んだ。 アマチュア選手だったため他にも仕事をして、生計を立てていた。その後セント・ジョンストン FC に移籍したが完全な、レギュラー確保には至らなかった上に、試合中に、頬骨、尾骨を骨折して1ヶ月間の離脱を強いられ、復帰後の3試合でチームは1から8、0から7、2から9と大敗。この結果、サッカー選手を諦め、カナダに行こうとしていた。しかし、 強豪レンジャーズ FC との試合で、ハットトリックを決め、チームに大金星をもたらす活躍を見せる。レンジャーズのホームスタジアムである、アイブロックススタジアムでレンジャーズ相手にハットトリックを、達成したのはファーガソンが初めてであった。その後、ファーガソンは、ダンファー・ムリン・アスレティック FC とプロ契約を交わし、正式に、プロサッカー選手となった。ダンファー・ムリン・アスレティックでは、 スコティッシュフットボールリーグの一部リーグで得点王となっている。レンジャーズ FC 等でプレイし1974年に引退。現役時代からサッカーのコーチングスクールに通う等指導者となる準備をしていた。現役引退後、スコットランド3部イーストスターリングシャー FC で指導者としてのキャリアをスタートした。週休40ポンドのパートであったが、 当時登録選手がわずか8名で専門のゴールキーパーすら持たなかった英国最悪のクラブをわずか117日間でリーグ首位に押し上げると当時2部リーグに所属していたセントミレン FC に引き抜かれ本格的に指導者としての道を歩み始める。セントミレンでは1976から77シーズンに2部リーグを優勝し1部リーグに昇格させた。しかし 1978年に解雇された、アバディーンに FC の監督に就任。当時スコットランド国内を席巻していた、セルティック FC とレンジャーズ FC を抑え、リーグ優勝3回、国内カップ優勝4回、リーグカップ優勝1回の成績を残し、1983年には UEFA カップビィーナーズカップを優勝した。 1983から84シーズンにはダブルを達成したが、スコットランドにおいては、セルティックとレンジャーズの2強以外では、現在までファーガソンが率いたアバディーンが達成したのみである。アバディーンの監督を務めながら、スコットランド代表のアシスタントコーチも兼任した。ジョックスティーン監督と共に 1986FIFA ワールドカップ出場を目指したが、 ヨーロッパ予選のプレーオフ出場をかけた試合中に、ジョックステイン監督が倒れ、プレーオフ進出を決めたものの後に死去。代役としてファーガソンが監督となり、ワールドカップ出場をかけた、プレーオフを見事に勝利し、本大会出場を決めた。1986FIFA ワールドカップでは、グループリーグで敗退している。1986年、当時低迷していた。 マンチェスターユナイテッド FC の監督に就任した。最初の3年間はタイトルを獲得できずにいたが、規律を重視したチーム作りでクラブを上昇軍団に育て上げ、1989から90シーズンに FA カップを優勝し就任してから初のタイトルを獲得。翌シーズンには自身二度目となる UEFA カップウィナーズカップ優勝を果たし、 1992から93シーズンには26年ぶりとなるリーグ優勝を果たした。1993から94シーズンと1995から96シーズンにはダブル。1999年にはイングランド初のプレミアリーグと FA カップ UEFA チャンピオンズリーグを制覇してのトレブルを成し遂げたほか二度のプレミアリーグ三連覇二千八年の二度目の チャンピオンズリーグ優勝等25年以上の長期に渡りクラブの指揮を取り続け20以上の主要タイトルを獲得した2011年5月12度目のプレミアリーグ優勝を果たしたこの結果マンチェスターユナイテッドはフットボールリーグ時代の7度の優勝等を合わせてイングランドのリーグ戦での優勝回数が19回となりリーグ優勝18回だった リバプール FC を抜いて史上最多となった。2013年4月2シーズンぶり13度目のプレミアリーグ優勝を果たすと、共にフットボールリーグからの優勝回数が通算20回となった。2013年5月8日、2012から13シーズンでの退任と監督業からの引退を発表した。愛称はファギー。2000年にナイトイを序空されたため、 サーの継承をつけて呼ばれることもある。試合中は、気が短く顔を好調させて激怒する姿がしばしば見られ、ヘアドライヤーなる異名もある。試合中は常にガムを噛んでいる。発言がストレートなため、自ら育てたデビッド・ベッカム、近年では絶対的エースであった、ルートファン・ニステルローイをレアル・マドリードへ追いやり、ライバルチームである、アーセナル FC のアーセン・ベンゲル監督や、 チェルシー FC の監督のジョゼ・モーリーニョとしばしば絶戦を繰り広げた。しかしながら、モーリーニョがチェルシーを解任された際には、彼がイングランドを去ったのは、イングランドサッカー界にとって大きな損失だ。彼を超えるチェルシーの監督は現れないだろうと語った。戦術やサッカースタイルよりも規律を重んじ、選手育成やチームの基礎固めに手腕を発揮する。講師ともに、 シンプルで柔軟なサッカーを好んでいる。若手の育成に定評があり、ファーギーズ・フレイチリングスと呼ばれたライアン・ギングス、ガリー・ネビル、ポール・スコールズ、デビット・ベッカムなど代表レベルの選手を多く育ててきた。戦術としては、ターンオーバーを積極的に用い、相手のレベルによっては、先発11人を全員入れ替えることすらある。 オールドトラフフォードでのファーガソン基本は442と4411のシステムを使用していたが、相手チームや選手のコンディションを見て433と4231もオプションとして使用。また、ターンオーバーを積極的に採用して、エース級の選手でもコンディションが悪ければメンバーを入れ替えた。1998から99シーズンはリーグ優勝、FA カップ優勝。 チャンピオンズリーグ優勝の3冠を達成。ありがとうございます。